陳平は、マラヤ共産党書記長、本名王文化である。中国において、作謀家として、著名な人物、陳平の名を借りた。マラヤの陳平と呼ばれるアジア現代史の怪人の一人。経済的には、平均的なマラヤの発家に生まれた陳平は、1940年に、マラヤ共産党入党後、抗日武装闘争に参加。1947年に、 マラヤ共産党書記長に就任し、1948年6月より、公衛武装闘争を指揮。1955年の自治政府との和平会談が、決裂となったことで、マレータ国境に潜伏。幻の軍隊と呼ばれ、これ以降は長く表舞台より姿を消すこととなる。1968年の中国共産党、ベトナム共産党の、 武装闘争自視路線天保により、マラヤ共産党も活動を活発化させるが、1980年代には、マレーシア政府とマラヤ共産党両者の関係は、話し合いの段階へ移る。1989年12月の和平協定により、最後のコミニスト、陳平の闘争は終焉を迎えた。晩年は、亡命先の隊において、故郷への帰還を願っていたが、 マレーシア国内では陳兵による武力闘争を記憶している者や傷つけられた者も,も多く反対勢力の関係から実現しなかった。2009年、大政府がキューマラや共産党員と同様に陳兵の入国も認めるべきと圧線をした際にもマレーシア政府と世論は国民感情から拒否すると跳ねつけた。政治のリアリズムとダイナミズムを血肉としているリークアンユーは 陳平を高く評価する発言をしている。敵であったイギリスが陳平を除君する一方、高日武装闘争におけるマラヤ共産党の役割を評価しない流れは、マレーシアでは継続している。この国では共産党は法律上禁止されている。2013年9月16日、がんのためバンコクの病院で死去。88歳没。2019年、 遺界が祖国に帰った。マレーシア政府は陳兵を過去の人として問題にしないと声明を出した。この風雲寺の生涯を綴った自伝舞、サイドオブヒストリーがある。ありがとうございます。